こんにちは、なこたの高橋です。なこたのゆいです。今日は秋におすすめの帽子を紹介します、うん、はい、その中でもカフェコーデにおすすめの帽子を今回はご紹介したいなと思います。今日紹介するのはこちら、はい、ファイヤーのコーデュロイベレー帽です。はい、このベレー帽は形をいちいち決めなくても被るだけで形が決まるっていうすごく便利なベレー帽です。はい、すごい人気ですよね、はい、このベレー帽、うん、ベレー帽って被り方よくわかんないみたいな、うんうん、なんかこう被ってからシルエット決めなくちゃいけないから難しいみたいなお客さんも結構いるんですけど、この帽子はもう被るだけでシルエットがすぐ決まるからすごく人気ですね。はい、今までねベレー帽被ったことない初心者の方でもこれすごい気に入りました。そう、よくお声をいただきます。このベレー帽コーディロイ素材になってるので、うん、秋冬のファッションととても相性がいいです、うん、ここにてっぺんにレザーのチョボがついてるんですけど、はい、これもまたおしゃれですよね、うん、大人っぽい。そう、大人っぽい、うん、このベレーが、うん、なんで秋のコーデと合うのかっていうそのポイントは、うん、コーディロイ素材なので、うん、秋冬のコーデと合わせやすいかなって思います、うん、私が今日着てるニットとか、うんうん、ジャケットとか、うん、これから増えてくると思うんですけど、そういう厚手のものと合わせやすいかなって思います。プラスあのこのコーディロイ素材っていうのがかなり保温効果があるので、これから、まあ、秋冬ちょっと涼しくなった時とかも、うん、機能的にも便利です。今日はカフェコーデということで、はい、私カフェ行ったら本を読んでることが多いので、うん、まあ、あの長時間いても楽ちんな格好を選びました、うん、ゆったりとした緩いシルエットで組んでます。このニットベストはジャーナルスタンダードのもの、カトスはちょっとどこのブランドかわかんないけど白のカトスを選びました、うん、パンツは高ヘンプのもの、ベレー帽がコーデュロイなので、うん、パンツもコーデュロイで合わせてみました。靴がコロンビアのもので組んでます。また私も高橋さんと一緒でカフェで結構長時間滞在するかすることが多いのでリラックスコーデで組んでます。トップスとオーバーオールは両方ともユニバーサルオーバーオールのものです。この無地のトップスは少し生地感が厚めで秋冬にかなり使いやすいタイプになってます。オーバーオールは程よい生地感、厚くもなく薄くもなくという感じなので、今の秋のシーズンかなり使いやすい生地感になってます。長時間座ってると結構腰周り圧迫されたりとかあると思うんですけど、オーバーオールはそれがないのでかなり気に入ってます。靴はコンバースの黒のハイカットで、トップスと帽子と靴が黒になって統一感出るようにコーデを組んでみました。いかがでしたでしょうか。今日は秋におすすめのベレー帽を紹介させてもらいました、はい、今回はカフェコーデにおすすめの帽子ということで、はい、私たちのコーデとか帽子が参考になったらとても嬉しいです。今日紹介した帽子とあとコーデも概要欄に URL 貼ってますので、そちらからご購入いただけます。グッドボタンとチャンネル登録もよかったらお願いします。それでは、それでは